はい、どうも秘密基地小平川総水8でございます。今回は中日新聞杯のハンデチェックということで、ね、こちらもハンデ戦だったらやんなきゃということでね、やっているわけなんですけどもね、まあ、しっかりやっていきたいと思います。まあ今回もね、前回のハンデ戦から金量が変わってない馬は基本的に省いてやっていきます。こんな感じでいきたいと思います。まあ、馬番順で2番ボッケリーに現在2番人気、まあ準オープン勝ったばっかなんですけども、その後昇級2戦とも2着に来てますし、まあ、9戦でオープン入り、まあ、そしてですね、指数的にもですね、55キロ当然増えるよねというくらいではあります。まあ、55キロに増えた後、55キロの中でどうかというとちょっと微妙なところですが、まあ、55キロに増えたこと自体は妥当な成績できたと思います。まあ、そして湘南バルディ、これはあの逆にキャリア、そして指数ともね、まあ、54キロでしょう、独筆すべきところがないというところですね。まあ、そして13番人気ギベオン、ここまで人気落ちますか。まあ、金庫賞の4着馬ですよ。まあ、そう考えると同じ中距か。でその点も踏まえて、まあ、もうちょっとハンデが減ったタイミング穴狙いではいいかもしれないですね。まあ、そして8番人気6番トリコロールブルー、オープン2勝目ということで57かな、それともまあで言うて2年半前の話なんで、まあ、56でいいのかなみたいなところで56、まあ悩ん僕もねどっちで想定書いとこうかっていう感じですが、まあ間の 56.5 になりましたね。まあ、そして15番人気8番タガノアスワド、まあ、牝馬ですからね、あのオープン入りしたばっかの牝馬なんで52妥当なところ。まあ、ただ一応ね2勝クラスを勝った時の3勝目の勝ち時計だけ、まあ、55にしてもいいかなって、53キロにしてもいいかなっていうね、ちょっと増量の可能性がないわけではないぐらいのパフォーマンスは見せてたんで、ちょっとだけ穴目としては面白いですね。まあ、そしてベノックス、前回ハンデ戦が小倉大商店で57キロで出走してます。これが4歳2月というところでね、そこからの休み明けなわけなんですが、4歳2月の、中距離 1800m の距離っていうのは、バレーハンデが1キロ効くはずなんですね。なので、ハンデキャッパーがつけたハンデとしては実質58キロ、コバス金量58キロでの出走という形になります。まあ、言うてね、あの時は確か、4歳2月でコバとのハンデ差がなくなっている 1200m のレース、シルクロードステークスに最初登録して57ってハンデが切られて出なくて小倉大商店に出走したという形だったんで、ハンデキャッパーもふざけんなって感じでそのまま57出したんですよね。まあ今回も58積んでやればよかったんだよ。あの小倉大商店で57だったってことは、4歳2月1キロ減があっての57なんだから、今回ハンデ据え置き58でよかったと思いますよ、マジで。まあ舐めた登録してくるやつにはどんどんそういうことやっていけばいいと思います。まあ、そしてグロンディオーズ、まあ、この馬はですね、3番人気昇級戦、まあ、そして8戦目での昇級で54キロというのはね、まあ、ちょっとあれですね、まあ、実際には菊花賞で故障して惨敗、まあ、その後、休み長期の休みを挟んで休み明け初戦も惨敗と2つの惨敗は含まれるんですが、逆に言えば、まあ、故障の影響があったレースを除いたら6戦4勝でオープンに入ってきた、まあ、なおのこと1キロ増でいいと思います。まあ、確かにね、復帰後の指数的な面という点は54で、まあ、55だときついかなというところなんですが、素質的にもね、準オープン早々に突破した馬なのに54、これはハンデとしてはかなり恵まれたと思います。そして17番オーケンムーン、想定56キロオープン勝ち、世代の重賞勝ち馬、時の実の雪が勝ってるのかな、まあ、なので妥当なところですね。で5番人気サトノソルタス、まあ、重賞2着で56キロでいいかなと思ったらね、55で済んだんで、これもなかなか印は打たなきゃいけない馬ですね。まあハンデに恵まれたグロンディオーズとサトノソルタスということでね、この2頭を中心に注目をしていきたいなと。まあもうちょっとね狙うんだったら穴狙いのギベオンまでありかななんていうふうに思います。まあ、そんなわけでね、ハンデ、これはあくまでハンデのチェック、実用層はまた別でやります。以上ハッチーでした。